面が暗い、まあいいか。良平さん、ターさん、MJ さん、ナーラブさん、コスモス、マモルンさん、ともゆきさん、奥行きさん、バーバブさん、ライトさん、まさひろさん、しばけんさん、すけさん、ありがとうございます。今日はサラピリーご飯旧クックパッドライブナッツライブでございました。でただなんかピンが痛いな。針金が開いている。髪の毛から針金が。今までのクックパッドね、なんとか毎違う髪型を生み出してはいるんですけど、なんとか。意外と菌がいっぱい出てくる。ああ寒い。普通に片方だけで結ぶのはもうやったことがあったので、確かオムライスの時かなんかに普通に片方で結ぶやつはやったので、編み込んであります片方に。今日はお土産なしですか？なんかたこ焼き味のハッピーターンをもう食べ終わりました。たこ焼き味のハッピーターン、食べ終わっちゃう。今日はお魚は作ったもののあの米、お米は出なかったので、そうお米が出なかったのでね、
通に帰りにネギトロ巻きを食べました。あれれ、矢島さん、猫じゃなかった、狼だ。狼、ミラヤくん、ハグピー、エンちゃん、ミミーさん、竹松優さん、中野さん、ナポさん、エリンちゃん。あら、あらららら、おろろらららら。糸ちゃん。クマタワー、クマズキン、ありがとう。クマズキンタワーありがとうからのカエルサンタさん、めちゃかわいい、あ、ありがとう。寒い、なんか今日寒い気がするよ。今日の夜、今日の夜めっちゃ寒い気がする。米と一緒に食べたかったですね。ってぐらい、もうお米が欲しくなる味でした。家で煮魚、まあなかなかねすることないけど、まあでも今日で要領が分かったのでできないことはないなと思いましたね。本当にサバの味噌煮が一番魚類で好き。肉系の弁当と一緒にあったとしても選ぶぐらい好きなので。あれ丼にするのも美味しそうじゃない？丼にしたらとろろ、とろろがあるけんさ合いそう。別々でもいいけど丼にするの合いそう。糸ちゃん、ありがとう。ピリリ。ありがとう。ゆーちゃん、かわいいギフトありがとうございます。
そう、サラもね、サバは焼き魚で食べるのが一番好き。あ、でも福岡で言うとごまサバは好きやけど、ごまサバは結構好きやけど、普通に刺身だったらね、タイが一番好きなんですけど、私は焼き魚は沢の味噌煮が一番好きです。沢の味噌煮がナンバーワン。結局ね、こうやって作るご飯が一番おいしいってことはつくづく思うわけですよ。だがしかし、コンビニご飯とかね、そういうのが多くなりがちではある。カエルサンタさん、ありがとう、めっちゃ可愛いたわ、ありがとう、ピリリ。ありがとう。今日も楽しかったですって、ありがとうございます。11月のね、クックパッドは、あ、間違ったまた間違った。11月の夏ライブピリリはまだ日付が決まってないみたいで、スケジュールの都合上なのか何なのか知らないですけど、まだ決まってないみたいなので、応募はまだまだでございますが、来月もお待ちしております。あとレシピカードがね、あ、やばやばい、かかとが水ぶくれみたいになっててしまった、靴ずれみたいな、あれでなんかあれみたいになった、あの梱包用のさ、プチプチみたいになっとるかかとが水ぶくれみたいになって、
絆創膏貼っとったのにここだけじゃダメだったか。何でしょったっけ。あ、そうそうそう、あのあれです、レシピカードが19時までですので、ぜひお忘れなきをゲットしてください。プチプチみたいになっとる。こんな見事にプチプチのようになることあるってぐらい見事になってます。いやー、そうさ、靴ずれしやすいんよね、なんか足が靴ずれしがち。3種類とも買いました。ありがとうございます。ケンさん、ラブレター。ひーちゃん、めっちゃきのこさん、ありがとうございます。人はね、明日はチェキ会になります。14時からです。水ぶくれみたいになっとるな。まあいいか。筋肉痛、足立さん、ありがとうございます。14時です。夜の人ではないので、私は昼の部なので、お忘れなきよう、お忘れなきようよろしくお願いします。ね、チェキ替えなんてめちゃ久しぶり、めちゃ久しぶりです。
なんかみんな的にさ、チェキってさ縦横くピリリの時も思うけど、縦横どっちがいいんって思う。特にこだわりがないのか、それとも横がいいとか縦がいいとか割とあるんかな。人によるんか。顔が強い、そういうこと。横の方が顔が大きく映るけんってこと。そういうこと。持ち運ぶ人は縦がいい。いやでも横でもね、飾れるっちゃ飾れる。まあ人によるのか。横がいいって人もいれば縦がいいって人もいれば、まあどっちでもいい、斜めでもいい、何でもいいって人もいるよね。まあ縦がデフォルト。ケンさん、めちゃきのこさん、ありがとうございます。どっちでもいい、うん、写真が可愛いのがいいねって。ふふふふふ。チェキだからな。サラは横も好きよ。なんか横の方がバランスいい感じになるっちゃなる。あとはもう撮る人のセンス。ですね。確かにスマホのここに入れたい人とかは縦の方が、確かにそれは横はね、確かに違うかもしれん。でもケースに入れて持ち運ぶとかやったら別にね、どっちでもいけるよね。ミナナンさん、ありがとうございます。撮る人の大事。撮る人大事。横を見たことなくてイメージ湧かないって。え、そう、今までの地域会で横全然あるし、ピリリの時も横ありますよ。全然ある。スタッフさんいい感じで頼みます。いやまあでもさらがそれにちょっと指示します。ちょっと指導します。斜めっているではないかって指導します。あとね、あんまりねドアップすぎるとサインを書くあれがねなくなってしまうよね。顔がありすぎても、顔がずれたドアップやったらここにサイン書けるけど、こうなったらさ書きにくいわけよ。ペンがここに入り込むのは嫌やん。
嫌じゃないですか。っていうのを分かってくれているかどうかですね。まだ撮ってないよ。あのチェキ会のチェキは基本的に当日に撮ってますからね。全員私服、自分でメイクです。自己プロデュース。複数枚の人には似たようなのがいかないようにはします。そこはそこんとこはします。そう、撮るときね、毎回ポーズないどうしようとかなるけど、もうポーズないよとかなるけど、でもよく考えたらそれ全部同じ人に行かない、絶対に3枚以上は同じ人に行かないっていうのがもう分かってるので、正直3ポーズ以上あればいいっちゃいいよね。なんかさまよって意味わからんポーズをするよりかは全然いろんないい感じにポーズ、無理やり全部違うのにせんくても、そうそうそう、空調キパーまあまあまあ極論そうやけど、ポーズに困って中途半端になるよりかは、まあまあまあ、って感じですね。土曜日レアショットはありますか？
レアショットとは、レアショットとは分かりません。気づいたらレアになるかもしれないし、そうじゃないかもしれないし。たまたまそうなるかもしれないし、そうならないかもしれないし、わかりません。まだ撮ってないので、なんとも言えない。ポーズ取らなくても OK ですって、ウケる。そう、チェキはね、生写真とかと違って大量生産じゃないのでね、その場で一枚一枚なので、全てレアっちゃレアですね。チェキの時点でレアっちゃレアです。まあでもチェキはね、みんながおたかつに持ち運んだりするものなので、結構大事っちゃ大事ですよね。大事っちゃ大事っていうか大事ですよね。いいものを提供したいです。しかもチェキってあのサイズ感やけん持ち運びがいいよね。モンブランさんギフトありがとうございます。10枚目は監視枠がない分、監視枠がない分サインを書く機会が少ないですからね。貴重です。グーさんありがとうございます。ギフト、ギフト、下の準備もしないとね。今のとこジャケ写、アザージャケットサイン会予告なしなので、まあでもチェキ会もあんまりありそうな雰囲気なかったけど、急に
あったし、わからないけど、わからないけど、今回は圧倒的に監視枠がないってだけで圧倒的にサインを書く機会は少ない。スペイベが分かんない？スペイベ？まあそういうのはまだまだなんじゃない？分からんけど。急な発表は相次ぐ。相次ぐかな？どうなんやろうね。全く知らんでございます。なんも11月1日に発売するということしか知りません。知りません。リアルに発売されるということ以外は何にも知りません。クリスマスコンサートあるよねって知らんわ。早すぎだろ、日が早すぎだろ。そんなにクリスマスの予定を埋めたいんか。知らんわ。そんな知らんわ。この前の大阪のツアーを、ナッツライブ、クックパッドのナッツライブの方々が見に来てくれてたんですよ。そう、見に来てくれてたんですけど、今日それぶりに会って、本当にもう手足が長くって長かったよねその見に来てくれた2人のスタッフさんが、いや本当にもう手足が長くって、すぐ結構な、最初とかも結構な大人数だったけど、すぐ見つけました、すぐ見つけて、すぐ見つかったよねって言ってくれました。手長いんかな、手足の手長い。まあでも手ってさ、両手を伸ばしたあれがこうで身長っていうけん、まあ手は長いんかな、分からんけど。
すぐ見つけましたって言われて、こっちもすぐ見つけたけど。大阪なのでね、見に来てくれたんですよ。手を伸ばすと分かりやすい。手を伸ばすと分かりやすい。そんなことある？手を伸ばすと分かりやすい。マジ。なんか自分をさ、客観的に見たことないわけじゃないですか。人間みんな。幽体離脱。できる人以外は。見たことないけんさ。見てみたいよね。客観的に、肉眼で自分を。でもなんか定点の映像とかを見て、その他のメンバー、サラが他のメンバーを見とる、普通に肉眼で見とる感覚で、その定点映像を見たら、ああこういう感じで見るってことは、こういう感じで見えるってことは、自分が見とるこの映像の感じだと、肉眼で見るとああいう感じかみたいなのしかわからん。肉眼では見たことないので、なんか言うよね、携帯の内カメの 0.5 なんかにしたして見えるあれが一番人から見た自分に近いとかさ、そういうやつあるよ。見てみたくない。だって人間みんな見たことないじゃん。サラだけじゃなく、みんな見たことない。その準備もしないと。昨日本当に食べ過ぎて、自分でもびっくりするぐらい食べてしまって、歩数とかの以前に食べ過ぎだって自分に思った。てへ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 。なんかさ、昼には例えばマックとかも、昼にマック食べようかなって、まあ、思ったとしても、まあいいやとかってなんかなるんよ。まあまあいいやみたいなって思って食べんかったりするのに、結局なんか夜とか夜中深夜の罪深い時間になった瞬間、まあいいやじゃなくて太ってしまう。そして今こんな時間に食べたら体に良くない、いやでも食べたいってだって食べるよね。なんか深夜とか夜ってさ、そういうのなんかあるくない？
んか夜の罪深い時間の方がなんか誘惑がなんか食べたくなるっていうかさ、別に昼間やったら食べ、それが昼やったら別に食べんでいいやってなるんやけど、なんか夜こんな時間にダメだよって思えば思うほど食べたくなるあるよねって言って、昨日は油そばを食べました。夜ご飯パスタ食べただろうって感じじゃない、自分で突っ込める。あんた夜ご飯にパスタ食べただろうってなる。おかしな話。あはは。いやなんかしかもさ、それでも全然お腹いっぱいじゃなかったよ。なんか食べれちゃうんよねなんか食べれちゃうんですよね。なんでなんだろう。あ、ポテチも食べました忘れとった、今思い出した、なかったことにしとったわ。ポテチも食べましたえ、でも聞いてほしい。でもそのポテチに関してはマジで美味しかったよ。なんかポテチ何やったっけ、なんかめっちゃ美味しくて、なんてやつやったかな、圧倒的だってやつ、圧倒的だ博多明太味ってやつ、めっ、いやもうね味濃みたいな、めっちゃ美味しかったよ。さあ、片揚げポテトは食べるけど、ポテトチップス系はあんま食べんけど、これはねめっちゃ美味しかったよ。本当に美味しかった。全然罪深くないってぐらい美味しかった。まあアイスも食べたんですけどどんどん出てくる。もうアイスも食べたんですけど、みかんは1個しか食べてません。ビール飲まないよそれはやばい。そこはね、さ、飲み物は本当にお茶しか別に飲みたいと思わないね。炭酸飲みたいとかジュース飲みたいとかあんま思わんし、そう、お茶が飲めれば良いって感じなので。飲み物はどうでもいいんだけど、しょっぱいものに目がないみたいでね怖いよね。でもそのちょっとやっぱり昨日のそので、しかもあの昨日でそれ油そばとか食べながらネットフリックスでなんか新しいやつっていうか、サラの中で新しいやつを見始めました。見始めた。歩きました。でもその反省と言いますか、まあさすがにまあ食べ過ぎているよね、冷静に考えて、うんと思って、いつもだったらタクシーに乗る距離を歩きました今日。偉すぎ。そう、昼間は頑張れるんよ、やっぱ。ええけんね、さ、昼間はなんか頑張れるんですよ。頑張れるっていうか、なんか別にいけるんよね。日が沈むと食欲が湧く日が沈むと食欲が湧きますね。何なんですよね。もう今年の冬は鍋しか食べたらダメだよ自分って言いたいところですが、言うだけで無理でしょう。そんなもんですよ。
ケンジさん、かわいいギフトありがとうございます。私はそんなもんでございます。だ、食べれちゃうんだからさ、お腹が空いているんだから仕方がない食べれちゃうんだから仕方がないよ、食べれちゃうんだからさ、しゃあなしです。コスパが良さそうで悪い、コスパが良さそうで悪い、コスパの悪い、いいですね。私はコスパ悪し、実家の時はこんた実家の時は食べん。だってなんか実家やったらさ、自分でまずご飯を選ぶっていうことがないやん。なんか何食べたいって聞かれるとかはあるけど、そんななんか自分で夜ご飯を決めるとかがないけんさ、普通に出された夜ご飯を食べるので、そんなことはないないし、コンビニのご飯を食べるっていうことも本当に年に数回とかあったかなってぐらいなかったし、そんな夜にマックを食べるとか、まずウーバーをすることがねなかったのでね、今でも自分で夜ご飯決めんでいいならさ、決めたくないかも。なんか変に自分で決めることによって、そういうものを食べたくなるというか、そういうものが視界に入るだけであって、原因って、そんな今は暗い話はしていませんよ。なので別に勝手にご飯が出てくることがサラにとっては一番いいことなんですけどね、今はそうはいかないので、自分で決めるってなったらもういろいろじゃん。って考えたら本来ジャンキーなものあんま好きじゃないかも。ジャンキーなもの好きじゃないかもしれない。カップ麺とかもね、もともと全然、でもカップ麺は今でもそんなかな、分からん。なんかそう、家のご飯、家がいい。一人暮らしのメリット、自由すぎるところ、自由なのはメリットでもあり、それによってデメリットでもあるよね。全然ね、時間があれば私は自炊は全然しますよ。全然時間があればするんですけど、ご飯タイムに家にいないことが多いのでね、最近は。あとやっぱ時間が、仕事の時間がね決まってないけん、なんていうんやろ、毎日の習慣化ができない。全然一人暮らしは嫌いじゃないですよ。一人は一人の時間
必要派人間なのね。ご飯も全然作るんですけどね。時々実家がちょうどいい。でもご飯だけは毎日実家がいいかな。なんかさ、もう自分で決めるのめんどくさい。まあ外食も楽しいけどね。外食は好きなので楽しいですけど、楽しいけども体にいいか、体とお財布事情にいいかどうかは分かりません。それはまた別物、それはまた別物ですね。山鶴さん、グーさん、N4 さん、ヒロさん、ありがとうございます。でも人と行くね、ご飯とかは好きやけん、全然ね、全然なんですが、全然なんですが、まあ昨日のねパスタからの油そばは、まあ、普通に意味がわからないですよね、冷静に考えて。意味がわからない話です。意味が分からない。やばい、58分。いや本当に意味が分からないですよね、自分でも意味が分かりません。ミキヤくん、マサヒロさん、ありがとうございます。48位フクポンさん、24位ミロヤくん、13位マサヒロさん、12位バーババさん、11位メチキノコさん、10位竹まつるさん、9位エリンちゃん、8位ヤジウマさん、7位タカノリさん、6位ケンジさん、5位ユちゃん、4位ケンさん、3位ナーラブさん、2位赤色サンタさん、1位イトちゃん、ありがとうございました。まあ結論、私は胃袋が大きいのかもしれません。胃袋が多分大きいんだと思います。胃袋を埋めてあげないとね。それでは明日は14時からチェキ、オンラインチェキサイン会になります。まあ見れなくてもチェキは届きますが、
コメントしてくれた方が、まあ、こちらとしてはいいっちゃいいので、見れる方見て、購入してくれた方、見れた方、見れる方はコメントしてください。それでは終わりたいと思います。今日は油そば食べません。それでは終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ。バイバイ。リツイートしとこう。バイバイ。お、ギリギリ0時だ。